ミサイル発射直後、アン・ TW9-1 アベンジャー防空システムは、アメリカ合衆国の近距離防空ミサイルシステム。軽車両からスティンガー地対空ミサイルを発射できるようにしたもので、従来の自走式対空ミサイルより軽便で、機動性に優れている。アメリカ陸軍、海兵隊の近距離防空用地対空ミサイルシステムとして、開発、配備された。 主契約者は、ボーイング社。M998 ファン B 系列の荷台に搭載されて運用されているため、対空ミサイル車両それ、自体と誤解されることが多いが、システムとしては、独立しており、単独あるいは他の車種での運用も可能なシステムとして設計されている。4輪駆動車に搭載したことで、機動性に優れたシステムとなっている。 ハンビート載時の運用人員は2名。スティンガーチ対空ミサイル4連装ポット2機に加え、右側のポットの下部に FNM3P12.7mm 重機関銃を装備している。単射程ではあるが打ち放し式のミサイルを使用するため、速応性に優れたシステムとなっている。車体内から操作できるだけでなく、車体から離れた場所から遠隔操作することも可能。 類似したシステムとして、ホワイトハウスの対空防衛装置がある。日本も高機動車に91式携帯地対空誘導弾を発機搭載した93式金、距離地対空誘導弾を開発し、配備している。ありがとうございます。